支援場センターに送ってもらえますか。それで支払いします。10時入場開始、11時入場完了とさせていただいてます。当日プラカード等も配布いたしますので、プラカードに東口はこちらですとか、卒業式業務に関して全体で注意しなければいけないことと、あと10個の班に分かれてるんですけど、その10個の班個別にちょっと注意していただくこと、っていうのをちょっと皆さんにご説明してました。プラカードです。終わりました。終わりました。大阪大学の卒業式は、同伴者、卒業生合わせると7000名以上の人数の方がいらっしゃいますので、もし何かあった時のために、偵察の方たちにも、ちょっとすいません、ちょっとご協力をお願いします。といったようなことをお話しさせていただきました。今からですね、次は大阪城ホールの方で、ちょっと打ち合わせをしに行こうと思います。会場へ入場できる人を同伴者の方をこちらでと、大阪城ホールの、人や、音響担当や舞台担当の人たちと交えて、当日のスケジュールとか段取りとかの、確認事項を話し合ってました。はい、おはようございます。すみません、当日に舞台上に上がる学部長の先生や理事の先生たちの式服をこうやって一斉にちょっと回収して、総務課でまとめて、トラックに詰めて運搬します。ゴミ袋50。そうですね、まずやるのはコンベンションルームっていって役員とか理事の控え室のところなんですけど、そこの設営ですね。歩き回ってると腰が痛い。総務課って、そうなんじゃなくて、もうやっぱりやることのこと全部やっぱり他の人のためのことをやってるんですよね。でもその分他の人のこう喜んだ顔とか、良かったって言ってくれる感想とかも聞けるんで、そこはやっぱりやりがいかなと思います。なんていうのね、ババ抜きのババを必ず引く係なんで、こうなんか困ってやるところがなかったら総務に来るんです。一応僕の方でも。本学を卒業したことを認め、学士、文学の学位を授与する。
花子も以外の弁当って届いてないですか？で言ったらちょっと6、70点ぐらいなんですけど、いろいろミスってしまったこととか、まあ持ってきてないものがあったりだとか、まあ、準備不足なんですけど、うん、来年度もっとちゃんとするために、教訓にしたいなと思ってます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ようやく寝れます。